日本共同党は1945年12月18日に結成された共同組合主義、労使協調を標榜した中道政党、香川豊彦の提唱により創設された。香川が設立に関わった共栄火災会場保険株式会社の社長を共同組合運動の同志である井川忠夫が務めていたこともあり、同社の本支店に県本部を設置され、 当初の実質的な活動の中心は、香川の地元で、奈田消費購買組合、神戸消費購買組合を中心とした兵庫県、本部であった。共同民主主義を標榜し、共同組合主義を経済原則に掲げ、戦争で大きな打撃をこむった、産業、経済、文化を、勤労、自主、相愛を基調とする共同組合主義により再建し、共同組合が、 産業の復興の中核となることを主張した。決闘メンバーには、船田中、赤木宗則、井川忠夫など、戦争期に、東条秀樹に反旗を翻した、五国同士会の出身者、千国京太郎、黒沢鳥空がいた。党を指導する、船田、千国らは、かつて、この絵新体制運動に、積極的に関わったものの、戦時体制下では非主流派となったため、 終戦後の新たな体制の担い手となり得ると考えていた。しかし1946年1月4日、GHQ は黒沢、船田、千国らを公職追放とすることを決定し、日本共同党の代表世話人、世話人、委員計30名のうち、追放を免れたのは世話人の伊川忠夫、委員の北翔太郎の2名のみであった。 党存続の危機に見舞われた日本共同党は2月23日に緊急幹部会を開催し、伊川を中心として、党再建に乗り出すこととした。伊川はまず、日本共同党が自由党の左、社会党の右の存在とし、共同主義は統一的な共同組合行政を確立する理念であると主張した。2月28日には、第一回の党全国代表者会議の席で、 常任世話人として、伊川のほか船田中の実定である、船田教授、山本寂彦らを選出した。日本共同党は、衆議院議員選挙を睨み、まず社会党との連携を模索した。社会党としても戦後の決闘時、共同組合関係者を取り込む動きもあり、日本共同党と社会党との提携は、不自然ではなかった。しかし GHQ 内には、 日本共同党は日本を恩恵化し、安定化させるのに寄与すると評価する声とともに、日本共同党のメンバーには、中道やや右寄りの政党であるとの合意があると見る、向きもあった。4月10日の第22回衆議院議員総選挙において、日本共同党は94名の候補者を、擁立するが、14名の当選にとどまった。思わしくない選挙結果を受けて、日本共同党は、 社会党との連携以外に、諸派、無所属議員のとの連携を図るようになった27日、中央委員長に山本、福井委員長に北、初期長に井川という日本共同党の新執行部が選出された。これと前後して、無所属議員で結成された院内会派大同クラブ内に、新党結成の動きが起こり、さらに日本共同党と大同クラブとの合同を目指す。 動きが起こった。山本は改造者社長であり、戦前に2期民政党の衆議院議員を務めており、経歴からも共同主義のイデオロギーに必ずしもこだわらない人物であった。この動きは北翔太郎を中心とした日本共同党内の農村派の反対により一旦立ち消えになったかに見えたが、結局日本共同党や日本農本党などの諸派、大同クラブは、 5月8日に、共同組合主義を当世とする新党、共同民主党の結成に合意するに至った。ところが、共同組合主義の当世に、多くの大同クラブ所属議員からクレームが出され、議員の多くは、日本共同党との合同に加わらずに、新党結成を目指すこととなり、院内会派日本民主党準備会を結成した。進んでいた話が、突然うまくいかなくなった背景には、 他の大政党からの工作があったものと推測されている。結局日本共同党は日本農本党、日向民主党などいくつかの小介派によって5月24日に共同民主党を結成した。なお、日本民主党準備会は院内会派申請会を経て9月25日国民党を結成。翌9 4 7年になって共同民主党と国民党が合同。 国民共同党の結成へと至る。ABC 吉田健次日本大百科全書ことばンク、2019年2月24日閲覧。ABCD 世界大百科辞典、第2版ことばンク、2019年2月24日閲覧。ABCD ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典ことばンク、2019年2月24日閲覧。AB 百科辞典、 マイペディアコトバンク。2019年2月24日閲覧。塩崎ピアニッシも102から103。竹中ピアニッシも174から175。塩崎 P82 竹中ピアニッシも175から176竹内 P30 塩崎 P83。竹中ピアニッシも177から,17 17ら181。竹内ピアニッシも29から30。 ありがとうございます。